選手、スタッフ、サポーターの皆様、サッカーの街19日藤枝へようこそご視聴くださいました。ご協力をお願いします。スポーツの皆さん、先生の応募を伺ってまいりましょう。まずはグレーのユニフォーム AC 長野パルセイドのメンバーです。ゴールキーパー背番号1小澤明人、ディフェンダー背番号4市野隆、ディフェンダー背番号3大島隆弘、ディフェンダー背番号26遠藤健一、ミッドフィルダー背番号25有永和樹、ミッドフィルダー背番号20小栗旺、ミッドフィルダー背番号29山田美樹、ミッドフィルダー背番号18入間川圭一、フォワード背番号19三上洋介、ブラジルのスタイルと背番号7瀬戸翔太、すごいチームだ。フォワード背番号27竹下怜央、続いてリザーブのメンバーです。ゴールキーパー背番号21立川七郎、ディフェンダー背番号池田樹太、ディフェンダー背番号20吉村康弘、ミッドフィルダー背番号6岩田俊介、ミッドフィルダー背番号17明神智和、ミッドフィルダー背番号8堂安悠、お兄ちゃん、お兄ちゃん Hey!
んで。なお、大阪じゃないか。マッチコミッショナー、岡本智美、審判アセッサー、長谷忠史、主審、花川、副審、佐藤、副審、佐々木慎也、第4審判、土井泳ぎのベンチに絡む。以上、4名が勝手にマッチコミッショナー、審判のご紹介でした。分かれちゃってる。若い衆以外は。守れ、守れ、杉本。守れ、守れ、杉本。Oh, Andrew, Andrew, Andrew.
Oh,
事件とゲットゴー見せてくれ全部ゴールさ信じてるぞさあ決めろよ谷口嘘だゴールさ信じてるぞさあ決めろよ谷口中野だけには負けられない録音してんだからさ、ああ迷うな。はい、そうだよ。録音したの？え、毎週